こんにちは、サトチンです。今回紹介するのはこちら、タカラトミーアーツさんからのガシャポン1回200円のフィギュアコレクションです。はい、それをね5回やってきたので開封していきましょう。平日の癒しの存在、そう、それがフィギュアコレクション。ちょっくら休憩、フィギュアコレクション、かわいいよね、どう見てもかわいいよね。全部で5種類、ジャイアントハムスター、アライグマくん、そしてクマ、ツキノワグマらしいですね。そして大好きなカエル、アオガエルかな。5種類目は猫、茶猫ですね。別に眠いわけじゃありませんよ、ちょっとツンデレですねこの猫。よし、じゃあ開けます。黄色いカプセルはデレッセッセでヌコ、めちゃくちゃ可愛いヌコが出ました。わあ、うちの猫みたいなこのふてぶてしい猫、この憎ったらしい顔してんすよ僕の猫もね。おお、ふてぶてしい、こっちのが可愛いかな。うちんちの猫ね、ちょっとね可愛くないんすよ。いや似てる。一つ目は猫、そして黄色いカプセル2個あるんですよ。これもね、ヌコですね、ヌコ。1回目にこれが出て、5回目にこれが出てきたからやめてきました。ヌコ、ヌコが2匹、いいね、こんな可愛いらしければねえ飼いたいよねまあいるんですけど、うちにいるんですけれども、ちょっとね可愛らしくないんです。2個目、このピンクいのは何かな。パカ、お、でかっ。猫触った後だからすごく大きく感じる。どどこ走るよハム太郎。お、ジャイアントハムスターですね。違かった、ジャンガリアンハムスターでした。ジャンガリアンハムスター、お、かわいい。何にしろかわいいよ、やはりね。猫もいいけれどハムスターもかわいい。まあ前も言ったけど、ハムスター買ってみたいですね。3つ目、このでかいのは何だろうね。紫のカプセル、パカッ。お、これはね分離してるけどクマだね、クマ、ツキノワグマ。おお、大きい。ドッキング、そして腕をつけます。こっちか。おお、200円でこんな大きくていいの、いいねいいねいいね、もっとこういうの出してほしい。はい、かわいいツキノワグマ、大きい、大人の手のひらサイズですね。ツキノワグマですけど、ここにねあるよね、ツキノワなんか模様とかね。しかしこのクマはないです。おお、いいね、置物としていいね。ジャンガリアンハムスターよりなんだろう、3倍ぐらい大きい。あ、ファイナル、最後の緑のカプセル、これカエルだってほしい。あ、もう見えてるね、カエルだわ。今までね見ないようにしてたので分かりませんでした。よし、5個目、じゃん、2種類の部品からできています。カエル、上半身と下半身を合体。おお、カエル、これどっかで見たよね、こういう人形あるよね。おお、かわいい、いいね、アマガエル、昔は触れたね、今は触れないけど。はい、並べるとこんな感じです。ちょっとアップにしてみましょう。アップアップアップ、いや、かわいいね、何にしろね、かわいいですね。そしてクオリティが高い、ジャンガリアンハムスター、とっとこハム太郎、そして猫、ふてぶてしい猫、猫が2つ、ツキノワグマが1つ、これもいいね。そして大好きなカエル、ぴょん吉。今回唯一出なかったのがアライグマくんでした。アライグマくん、アライグマくん、また火曜日に、また火曜日ですね、アライグマくん。それでは以上、1回200円のガシャポン、いろいろな壁に置いてみましょうか、フィギュアコレクションの開封動画でした。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバイ。